おはにょうございます。おはようございます。チャビさんです。ラスベガスの朝2日目、違う、ラスベガス2日目の朝です。今日は本当に本当にやる気がなくて、今日すっぴんでスウェットで行動しちゃいたいと思います。昨日は夜中までこうショーとか見たりして、でトレーニングもして、久々に有酸素もして、なんか疲れちゃったから朝起きたら筋肉痛バキバキやったんよ。で朝トレーニングする予定やったんやけど、ちょっとしんどくてできんかったけど、食べたからとりあえず有酸素はしようと思って有酸素だけしました。なのでもう今日はこういうスタイルで、今日は全然何も気にしてないだるぎの日なんですっていう人をやります。見てこの車、天井全部ガラスやから、昨日夜中走ってる時も全部ライトとかここから見えんね。すごい。おあのつわあすごい、はい、なんかすっごい重量感です。なんか混ぜてあるやつじゃなくて層になってるやつで、グラノーラ、アサイ、チアシード、グラノーラ、ベリーとストロベリーと、ここにアーモンドバターがいらっしゃるのと、チョコとハニートッピングですね。すごい、アーモンドバターめっちゃ入ってる。あ、おいしい。バニラのホエイプロテインを追加したんやけど、混ぜてあると思ったらさ、粉のまま入ってました。すごい。レッドロックキャニオンというところに来てみました。グランドキャニオンまではちょっと遠いということなんですが、すごい見てこの地層、これ自然で作られたってすごいよね。あっこはね、住宅街っぽいんよな。映ってんのかな。飛行機まで時間があったのでジムにやってきました。しかもドラゴンライアージムっていう、私の大好きな憧れの有名選手たちも来られるようなすごいジムなので、ちょっと一人で頑張っていきたいと思います。昨日ね、久々にトレーニングして筋肉痛なんやけど、まあちょっと疲れもあるんで様子見ながらやってきます。すごい、こんなサプリやらプロテインやらモンスターがこんなあって、ここにマッスルお弁当がありますね。メガフィットってオリンピアの選手とかスポンサーしてるすごいやつ。すごい。トレーニングする予定じゃなかったから売店で BCA 買いました。ここは本当に有名な選手とかもいらっしゃって、私がちょっと勉強不足なんですけど、多分すごい選手であろう方がトレーニングされてます。もう見たらわかる。もうびっくりびっくり、びっくり、体が大きすぎて異次元な方たちがトレーニングするので、モチベもらいながら頑張ってくる。カフェインとか BCA も入ってるので飲みます。あとね、カメラの撮影 OK っていう許可もいただきましたので、ガチ食い。なんかさ、
もう恥ずかしい。2週間後くらいに行われる大会に向けてみんなもコンディションバキバキでほとんど男の人ばかりで、なんか見たことない器具いっぱいあるから頑張ってます。このマシン、さっきあの有名選手が使ってたからやります。Yes, please. Thank you so much. Have a good one. Thank you so much. Nice meeting you. ということでトレーニング終わりました。もうさ、あのトレーニングしてたらしんどかったのに、トレーニングしてたら楽しくてもっとやっちゃったんですけれども、あの IFBB のプロの、私がめっちゃ YouTube 見てるジェニファー様が、私がもう帰ろうと思ってもう終わりにしようかなと思ったら、ラストセットで まさかの後ろでキックバックしとって、うせやろ思って、あの頑張って喋りかけたらめっちゃ優しくて、あのめっちゃ写真も撮ってくれて、でその後もうなんか有酸素エリアが全部見渡せるんよ、トレーニングしてる人の。待って、喋りすぎ、でもさ、あのモチベ上がりすぎてみんなのトレーニング見たくて、めっちゃ有酸素しながらみんなのトレーニングを見てました。でなんかキックバックめっちゃ軽い重さでずーっとやってはって、やっぱりそういう細かいトレーニング大事なんやなと思って、日本帰ったら頑張ろうと思います。そしてあの IFB プロの方と、あーもうどうしよう、いっぱい喋ることが多すぎて、なんか IFBB プロの方やろうなと思ってたんですけど、勇気出して話しかけてみて、なんか自分がほんまにあのちっぽけに恥ずかしくなるぐらい、なんかでも頑張ろうと思いますみたいに言ったら、みんなそれぞれでその今のステージで頑張ってるから、なんか比較とかじゃなくてそれぞれのレベルで頑張りっていろいろ挑戦してって言ってくれたので嬉しかったし、トレーニングも教えてくれたのでマジありがたき。記念に T シャツと靴下も買いました。あー楽しかった。不審者スタイルで飛行機乗ります。今から LA に戻ります。タンパク質に鶏胸肉と、私が好きなニュートリショナルイーストとフムスとキヌアとかを選びまして、朝からちょっと浅いでカーボを取ってるんで、このフルーツで取ります。いただきます。おいしい。なにこれ、アメリカ来て初のベーグル。アメリカベーグル結構有名やけど、なんて食べてんかったやろ。なんか小麦をあんまり干してないねん、米を干してる。結構固めのギュッチリ系、結構固い。コーヒー欲しくなるな。全然日本の流行ってるのとちゃうわ。結構ドライ。口の水分全部なくなるな。アメリカはこれにサワークリームとかクリームチーズとかジャムとかピーナッツバターとかベトーって塗って食べるのが主流みたいな。にゃー、あかん、疲れた。
ほんまにあが。あが。というわけで。あー、いがんじゃった。あんたら、もっとしっかりしやー言うて。オッケー。うらら。あー、またも本日、別のホテルです。ちょっと本当に疲れちゃった。荷物が重たくて多くて、建物から建物が遠すぎて、やっと着いた。ホールフーズで買ったフルーツをつまみながら今日は一日終わりたいと思います。でも今日すごい満足。ラスデベガスってこう、なんていうんかな、ちょっと豪華すぎて私あんまり遊び方をわからないんよ。カジノとかもできひんし、やらへんし、ショーを見に行くとか、もうショッピングって言っても、私はラスベガスよりもロスの方がテイストがヤングな感じが合ってるから、こっちでもう事前にいっぱい見てもだからさ、向こう行ってあんまりなかったんよ。だから何しようみたいな、どうするみたいな、今日どうしようみたいな、朝から浅い爆弾みたいなのを食べたからさ、もうご飯も別に食べる気ないし、カフェ行っても、どうしようってなった時にジムに行けて、そしたら世界一のジェニファーにも会えたし、もうすごい素敵な出会いもあったし、まあ結果お笑い。でもさ、私今まで減量期とか、まあ増量期もそうやけど、1日 4,5 食食べてたのがさ、2食だけってやばくない？アサイとサラダしか食べてないから絶対タンパク質足りてない、やばい。ほんまに意識しんかったら食事って1回の量すごく多くなるし、タンパク質不足するし、脂質多くなるし、食事の回数をこまごますることによって血糖値の上がり下がりをさコントロールすることによって脂肪がつきにくくするっていうことやったんで、大きい食事をボンボンって取ったりすると葉っぱなんかねむくんでくるよね。まあでも爆食までの爆食は、まあ、昨日のバイキングぐらいやから、あ、おいしい。おお、パイナップルはいいよ。本日も以上でございます。これからは結構一人行動が多くて、明日はお友達に会ったり、ちょっとおしゃれなことしたりするので、またお楽しみにということで、ジムも行けたらいいな。また明日も会いましょう。バイバーイ。